珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。ち、それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんだが、エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。そんなもんあるわけねえだろ。てめえはバカか。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。な、いきなり個別指導なんて、どういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ、俺も見習いてえな。おい、そっちの部屋の掃除は済んでるのか。おい、お前の顔についてる目玉は飾りか。俺にはホコリまみれの小汚い部屋が見えるんだが、まず床の拭き掃除がなってね。よく見てみろ、紙、糸くず、カビ。この調子じゃまだしばらくかかるな。一旦休憩にするぞ。紅茶の支度をしろ。悪くねえ。お前、紅茶の入れ方を誰かに教わったことがあるのか。それは兵士にとって重要なことの一つだ。こっちはひとまず旧大典ということにしておいてやるが、これが終わったら掃除の続きだ。まだ休む暇はねえぞ。いや、そっちも大変だったみてえだな。どうだった、リヴァイ兵長は。俺も最初は驚いたよ。それにああ見えて上の取り決めに対しても従順だし。おい、もう帰るところ。いや、リヴァイの指導とやらはどうだった。やっぱり最初は掃除とか紅茶の入れ方から。と思ったよ。まあリヴァイは昔からあんなだからね。ハンジさんは兵長より先に調査兵団にいたんですよね。昔の兵長ってどんな感じだったんですか。今と大して変わらないよ。リヴァイは地下街で有名なゴロツキだったらしいんだけど。あ、その話ペトラさんから聞きました。団長に下る形で調査兵団に連れてこられたとか。うん、そうそう。まあ私も詳細な経緯まではよく知らないんだけどね。おっと、あまり引き止めてもいけないな。それじゃあリヴァイの相手は大変だろうけど頑張ってね。まさかあのリヴァイ兵士長が合同訓練を監督してくれるなんて。いいとこ見せねえと
あの人に認められれば早く昇格できるかもしれねえ。壁内全土から集められてるから知らない顔が多いね。ったくあいつらの運気だな。こう焦って変な動きでもされたら連携取れないぞ。邪魔しないでよね、私の獲物よ。うるせえ、手柄は俺のもんだ。訓練は中止だ。しかし訓練はまだ始まってすら。全員解散しろ。リヴァイ兵長は勝手だ。訓練を任されたからには最後までやり通す義務がある。多分僕たちが兵長にいいところを見せようとして協調性のないことばかり言ってたから呆れちゃったんだよ。兵長は壁の外の怖さを知ってる人だ。だからこそ僕たちの様子に失望したんじゃないかな。まあここで話していても仕方ねえよ。とりあえず今日はもう兵舎に戻ろうぜ。お前か。なんだ、さっさと帰れ。そりゃ残念だったな。恨むならお前の同期とも恨んでおけ。もしかするとお前やエレンには技術や戦術よりも先に指導してやるべきことがあるのかもしれねえな。安心しろ、エルヴィンの命令である以上指導は続ける。次は壁外任務に連れて行く。巨人の殺し方を教えてやる。指導の教材にするにはクソすぎる状況だな。なに、おい、ビビって嫌がるのか。ちっ、根を上げるのは勝手だが、エルヴィンたちの期待を裏切るんじゃねえぞ。巨人どもに殺されずに生き残れ、それが最低限の課題だ。救援要請か。無視はできねえな。倒す。すみません。まだ戦えるなら。さっさと行け。どうすんだ。終わってる。やった。邪魔だ。ごめん、巻き込んでしまったね。怪我はない。ほら、一緒に戦って。分断だ。苦戦しているのか。倒す。やった。味方、助けてくれて、ありがとう。怪我はないなら一緒に戦って。邪魔だ。リヴァイ兵長、あの巨人は新兵の手に余り。やるか。エルトント、頼んだぜ。了解。ほう、
まだ青いな。動きそのものは悪くねえようだな。どうやらお前を指導しろというエルヴィンの命令は正しかったようだな。少し厳しい指導内容かとも思ったが、食らいついてきたようだな。いや、これぐらいじゃねえと指導のしがいがねえ。今後も励めよ。これでもてめえには期待してるんだ。がっかりさせるんじゃねえぞ。今日も来たようだな。ついてこい。今日は出かける。ああ、そうだ。エレンにはまた別の指導をすることにした。とりあえずは街中へ出るぞ。あいにく、あまり愉快な用事じゃねえがな。近いうちにお前にも一人であれをやってもらうことになる。覚悟しておけ。本来なら長官の役割だが、これはエルヴィンの判断でもある。分かったならいい。リヴァイ兵士長か。お前も遺族のもとを回っていたのだな。そっちも訓練兵の遺族を回っていたようだな。お互い大変なことだ。貴様には兵士の家族のもとに遺品を届けることの意味がわかるか。その通りだ。これを無意識に理解しているからこそお前はこの役目を与えられたのだろうな。これは部下や仲間の命を預かった者としての使命だ。しかしそれだけではなく、公に心臓を捧げた兵士として、その死がどれだけあっけないものだったとしても、それは残された人間に可能な限り記憶されるべきものなんだ。彼らの死を意味のあるものにするためにもな。ともすると、ヤツやエルヴィンは貴様にそれを伝えようとしていたのかもしれん。どうしてですか、兵士さん。どうしてうちの息子がこんな。返してください。せめて遺体だけでもいい。あの子に会わせて。ひでえ面してやがるな。早いところ巨人を絶滅させて、こんなクソみてえなことは終わりにしてってもんだ。そのためにはさらに人が死ななきゃならねえってのが最高にクソったれなところなんだがな。リヴァイ。エルヴィンか。お前の方は終わったのか。ああ、もう戻るところだ。君もご苦労だったな。ところでリヴァイ、彼らはどうだ。指導の方ははかどっているか。まあ悪くはねえ。未熟だがやる気と根性はあるらしい。指導は継続するつもりだ。そうか、今後も頼むぞ。ああ、リヴァイは言葉こそ足りないが、真剣に君たちを鍛えることを考えているはずだ。私も君はある素質を持っていると思っている。君の同期には優秀な者が多いが、彼らとはまた違った素質だ。今後もくじけずに研鑽を積んでくれ。
君たちが立派な兵士になることが人類の勝利への一歩となる。来るのが遅いぞ。クソでも長引いたのか。まあいい、俺からの指導は今日で終わりだ。だが最後に一つお前に尋ねておきたいことがある。お前はなぜ命を張ってまで巨人に挑む。なるほどな、お前の怒りは間違ってね。だが壁の外は地獄のような世界だ。それでもお前はその目的のために戦うのか。俺はこれまでに死んでいった仲間に何度となく誓ってきた。必ず巨人を絶滅させると。俺にはあいつらが命を落としてやろうとしたことを果たす義務がある。お前も同じだ。戦場で生き延びた奴の命はもうそいつだけのものじゃねえ。死んでいった奴らの思いを、お前の命を無駄にはするな。新兵には荷が重いだろうがな、頭の隅にでも留めておけ。お前らへの指導は今日で終わりだが、何かあれば暇を見て手を貸してやってもいい。せいぜい今後も訓練に励め、死なねえようにな。